1試合通じていかがでしたか。最初は 8-0 で、まあ、向こうにやられてしまっていたんですけど、チーム全員でしっかり我慢して、みんなで、勝ち取った試合かなと思ってます。結構タイムシェアしながらこう均等な得点が向けられたんですけれども、かなり積極的に、ね、長岡選手も得点狙ってましたよね。まあ、ご自身のプレー振り返っていかがでしたか。まあ、そうですね、点数とかが止まった時に、まあ、自分が攻めなきゃいけないとか、まあアグレッシブに行こうっていうのはずっと、自分で思ってたことなんですけど、後半とかも本当にシュートが入らなくなった時に、まあ、どれだけ切り替えれるか。でその時に今日はすごい、まあ、自分だけのチームじゃないんで、まあ、仲間にも助けてもらったんですけど、まあ、そこを明日自分は、もっとシュート決めて、もっと貢献できたらいいなと思ってます。チームとしてのこう課題ってどんなところを挙げますか。今日は特に、ビッグマンが向こうが、まあ、自分たちよりも大きい選手でリバウンドだったりルーズボールだったり取られてしまっていたので、明日は、デンソーさんですので、高田選手だったり、アコホ選手だったりがすごいリバウンド強いので、まあ、そこをしっかり自分たちがどれだけボクサーとしてリバウンドを取れるかだと思うので、そこをしっかりやっていきたいと思います。まあ、明日の振り返り言ってもらったので、どんなプレーを明日見せたいですか。そうですね、レギュラーシーズンも 1-1 で終わっているので、ここはもう一発勝負なので、本当にいったもん勝ちだと思っているので、本当にすごいチーム、すごい上手なチームですし、でも勝てなくないし、絶対自分たちのチャンスはあるので、まあ、一回勝負ってことで、出だしから突っ走っていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。頑張ってください。バスケットライブ